私はグリムよ。隊長にはまず一番大事なところを聞こうかしら。なんだ？隊長は最大者？彼女なんかいるのかしら？ちなみに私は独身よ。お姉さんのスカートの中が気になるでしょ。悪行ポイントが加算されます。なんだ、清楚系じゃないのかよ。本当に見せるつもりまではなかったのに。ねえ、ちゃんと責任取ってよね。専業主婦として養ってもらうわよ。逃がさないわ。絶対に逃がさない。地雷女か。なんですって。まあ落ち着け怪人、紐パンパン。お前が生き返るのを待っていたんだよ。どうして？生き返った時に誰もいないとなんか寂しいかなと思って。体調は変わってるわね。え？今までそんな優しい人はいなかったねえ。体調、もしよかったら私とデートしない？ん？スノーが真っ赤な顔で体調に、私の胸を揉むでも何でも好きにするがいいと。してない、おねだりよ。起きろグリム。貴様、それ以上妙な夢を見てるとぶった切るぞ。はっ、私今素敵な予知魔を。もういい、お前は切り捨てて埋めてやる。せっかく起きたのにまた寝かせるな。おい、もう落ちるとヤバいからな、気をつけろよ。はい隊長。問題ないわ。だけどなぜ隊長が私の下にいないのかしら。夜になると元気だな、怪人ひもパンパン。その呼び方はやめて。